ニニ・ロッソは、イタリアのトランペット奏者、作曲家である。ジャズ及び EG リスニングのジャンルで活動した。トランペットの詩人の愛称で親しまれた。鳥の生まれ。ロッソの両親は彼を大学に行かせるが、19歳の時に成果を出て、トランペットを学ぶことを自ら選ぶ。後に、ナイトクラブで働いていたもののクラブは警察によって、 営業を停止させられてしまい成果に戻ることになるが、すぐに音楽家としてのキャリアを再開し、イタリアでは最もよく知られたジャズトランペッターとなり、1960年代に活動は最高潮に至る。1962年にイギリスでレコーディングされたサスライノ・マーチは、剣騒率いるオーケストラにカバーされ、映画、全身歌詞化テーマ曲に採用、ヒットする。 この曲のロッソのオリジナルはイギリスとイタリアを拠点とするレコードレーベルドリームより間を置かずにリリースされるがカバーバージョンよりも小さく穏やかな成功となった彼の世界的なヒット作夜空のトランペットはイタリア、ドイツ、オーストリア、スイスでチャート1位の座を獲得し100万枚以上を売り上げているまた1960年代には 俳優としても活動していた。1967年以降は日本にたびたび来日するなど国内でも有名であり、日本の歌謡曲や軍歌をカバーした作品も残した。1994年に、使用のため、死去。ありがとうございます。